今回は気になる人も多い結婚式のお金を節約する裏技について Q&A 形式を織り交ぜながらご紹介します。憧れの結婚式、できることなら2人の希望を全て叶えたものにしたいですよね。でも豪華にすればするほどどうしても費用がかさんでしまうもの、全体的な相場で言うとだいたい200から300万円ほどです。例えば20名様くらいなら150万円ぐらい、60名様くらいなら300万円ほどです。結婚式を挙げる上で意外と見落としがちなのが結婚式以外で発生する費用です。式の受付やスピーチをしてくれた方にお渡しするお礼や遠方から来ていただく方にお渡しする交通費や宿泊費などがかかってまいります。でもご安心ください。この動画では私たちプロが結婚式のお金をうまく抑えるポイントについて皆様の疑問にお答えする形でご紹介いたします。では結婚式のお金にまつわるお困りごとについて見ていきましょう。ご予算についてはやはり気になるところですよね。ズバリ、人気の季節やお日にち、時間帯を避けることです。ズバリ、月で言うと1月、2月、7月、8月です。なぜなら気温が安定している春や秋が人気のシーズンなので、その季節を避けると通常よりも価格を下げられる式場が多くなってまいります。また希望する結婚式のお日取りから6ヶ月を切ってくると選べるお日取りも限られてくることもあり、直前割のような通常よりもお安いプランをご用意されているところが多いです。ズバリ、仏滅と平日です。人気のシーズンでも大安や友引といったお日柄ではない仏滅の日は避ける方が多いため、通常よりもお得な場合が多いんです。またゲストの方にお集まりいただきやすいのは土日祝日となりますので、平日ですとお安くされているところも多くなってまいります。大丈夫と言いたいところですが、かなり注意も必要です。持ち込みはできるものとできないものがあります。お式場によってもできるできないの違いがありますので、必ず持ち込みが可能かどうか確認しましょう。また持ち込み料がかかる場合があります。かえって予算オーバーとなるケースもありますので、持ち込み料の金額も確認しましょう。そうとは限りません。負担額が大きくなることもあります。ご祝儀が平均お一人3万円のところ、会費の場合は1から2万円が平均となります。披露宴の内容や会場を厳選しなければ逆にお二人の負担額が増えることもありますので気をつけましょう。値下げ交渉する方法もあります。必ずご対応いただけるとは言えませんが、一度式場に値下げ交渉するのも一つの手です。交渉される際にはご契約前にすること、ご契約後の値下げは基本的には一切ご対応いただけませんのでご注意ください。なお、マイナビウェディングサロンでご紹介させていただいた式場であればコンシェルジュが代わりに値下げの交渉することも可能です。大丈夫な場合もありますが、前払いが多いのでご注意ください。当日払いや後日払い、カード払いが OK とされているところもありますが、一般的には結婚式当日よりも3日から1ヶ月前までにお支払いいただく前払いの式場が多いので式場に確認してみてください。また直接的な節約ではないのですが、カード払いなどでポイントやマイルを貯めることが結果として節約になることもありますよ。今回は結婚式のお金の節約術について説明いたしましたが、節約しすぎない方が良いこともあるんです。特に料理やドリンク、引き出物などはゲストの満足度に影響する可能性もあるので気をつけましょう。いかがでしたでしょうか。不安は解消されましたでしょうか。もし他に疑問点などがございましたら、お気軽にマイナビウェディングサロンへご相談くださいね。2人でよく話し合って賢くお得な結婚式を叶えましょう。